グリエルモ・マルコーニの肖像がデザインされている2000リラ、紙幣グリエルモ・マルコーニは無線電信の開発で知られるイタリアの発明家、起業家。1909年、無線通信の発展に貢献したとして、ブラウンと共にノーベル物理学賞を受賞した。1916年より短波開拓に着手し、日中でも遠距離通信が可能な昼間波を発見。 1924年、英国郵政庁より、タンパ公衆回線の建設を請け負い、昼間並みと、ビームアンテナの二刀流で、タンパ黄金時代を切り開いた。1933年には、世界初の UHF 実用回線を完成させた、ほか、UHF 波が曲がることを発見している。実業家としても戦艦機の国際政治を左右するほど、成功した。 1897年にマルコーニ無線電信会社を創立した。イギリスのマルコーニ社は1世紀以上ものアイダゼネラルエレクトリックカンパニーとして知られていたが、1968年にはイングリッシュエレクトリックた多数の電気会社と合併して、1999年に防衛機器部門をベシステムズに売却し、残った事業が、 マルコーニ株式会社という名前で存続している。1919年、アメリカンマルコーニ社が、ゼネラルエレクトリック、AT&T、ウェスティングハウスに買収されて、RCA となった。1928年3月16日、ジョン・ペンダーと政府受注を争った末に、帝国代表者会議の立ち会いで、ペンダー、ガワイ・スタン電信会社と、 マルコーニ無線電信会社間で保有比率56.25対43.75とする持ち株会社を作ることで合意した。代表者会議による審議は続き、7月6日に韓国として報告書が出された。内容は、ペンダーとマルコーニの各事業だけでなく、郵政省の短波システムに太平洋、大西洋ケーブルを一挙に合併させる構想であった。 8月に議会で承認されてから構想は自治領で次々と追認された。1929年4月8日合併会社はケーブルワイヤレス。通信会社は帝国国際通信インペリアルインターナショナルコミュニケーションズという名前で発足した。これらはグローバル通信網として P&O や帝国航空会社などに利用された。 ジュゼッペ・マルコーニとアニー・ジェームソンの次男として1874年4月25日にボローニャで誕生。フルネームはグリエルモ・ジョバンニ・マリア・マルコーニ。父・ジュゼッペはイタリアのボッレッタ・テルメ出身のボローニャの裕福な地主。母・アニーはアイルランド人でジェームソン・アイリッシュウィスキーの創業者の彦。グリエルモにはアルフォンソという兄がいる。 という母親違いの兄もいたようである。グリエルモが2歳から6歳の間は、兄、アルフォンソや、母アニーと共に、イングランドのベッドフォードで暮らした。マルコーニは、とても裕福な家庭の生まれであり、一般人のように学校にはほとんど通わなかったが、両親が、家庭教師を何人も雇ってくれたおかげで、数学や物理、科学などを、マンツーマンで学ぶことができた。 また、マルコーニ星には、秋や冬に、母、アニーの姉妹の住むリボルノに、毎年のように滞在していた時期があったが、この地でアニーは、愛しい末っ子のグリエルモのために、ヴィンセンツォ・ローザという、現地のリチェオ・ニッコリーニで、物理と数学を教えている、男性教師を雇うことを決めた。マルコーニは後年、このローザとの出会いが重要だった、と振り返っている。ローザは、 1848年にトリノで生まれ、トリノ王立大学で物理と数学の学位を得た後、イタリア各地の高校やフィレンツェの物理学校などで教えていたが、ヘルツ派に興味があり、科学論文を執筆し、実験装置を所持していた。マルコーニは17歳の頃、1891年の秋からほぼ1年間、ローザから基本的な物理学や電気工学の理論と、 応用について、個人授業を受けた。従って、マルコーニは、電気に関する新しい理論をローザから教わり、さらに彼が、自宅の研究室に招いてくれたおかげで、様々な実験を行うことができた。マルコーニは18歳で、ボローニャに戻ると、ボローニャ大学のアウグストリーギ教授と交流を始めた。リーギも重要な役割を果たす人物で、ハインリッヒヘルツについて、 研究をしていた。彼は自分の講座にマルコーニが参加することを許し、さらに大学の研究室や図書館を使用する許可まで与えた。マルコーニはその後フィレンツェのイスティートゥとカバレーロでも学んだ。若い頃からマルコーニは科学、特に電気に興味を持っていた。1888年、ハインリヒヘルツが電磁波を発しかつ検出できることを示し、 そこからこの時代の科学技術の発展が始まった。今では一般に電波と呼ぶが、当時はヘルツ派やエーテル派という呼称が一般的だった。ヘルツが1894年に亡くなると、彼のそれまでの発見を再検討する書籍等が出版され、マルコーニの興味をかき立てた。ボローニャ大学の物理学者でマルコーニ家の隣人でもあったアウグストリーギは、 ヘルツの成果に基づいた研究をしており、マルコーニは彼の下で学ぶことを許された。リーギはザエレクトリシャン氏を購読しており、1894年の同志にオリバー・ロッジが無線電信の公開実験に使った装置の詳細が掲載された。イタリア時代の送信機マルコーニは自宅の屋根裏で装置を自前で作り、実験を開始した。 彼の目標は電波を使った無線電信の実用的システムを完成させることだった。すなわち電線を使わずに電信のメッセージを遠隔地に伝送することを目標とした。これは何も目新しいアイデアではない。多くの人々が無線電信技術を実現しようと探求してきたが商業的成功に至った者は一人もいなかった。マルコーニは 無線電信システムの開発において、新しい革新的原理を発見したわけではなく、個々の部品を改良して、それらを組み合わせて、システムを構築しただけである。マルコーニのシステムには次のような構成要素があった。同じような火花送信機とコヒーラ拳波機の組み合わせは、他のものも試していたが、数百メートル以上の距離で伝送できたものはいなかった。当初、 丸こにも限られた距離でしか信号を送れなかった。1895年夏彼は実験の場を屋外に移した。送信機と受信機のアンテナを長くし、それらを垂直に配置して、一端を設置させると通信距離が大幅に伸びた。間もなく彼は丘を越えての信号伝達に成功した。距離は約 1.5km になっていた。 マルコーニの当時所有していた装置はタフツ、大学の AE デルベアが1882年に製作したものと告示していた。デルベアの装置は火花送信機と鉱石研波機を使ったものだった。この時点でマルコーニはさらに資金をかけて研究を続ければさらに距離を伸ばすことができ、商業的にも軍事的にも価値のあるものになると判断した。イタリアでは 彼の成果に興味を持つ者は少なかった。そこで1896年、21歳のマルコーニは母親と共にロンドンに赴き支援者を探した。マルコーニはイタリア語だけでなく英語も流暢に話した。優勢著グポの主任電気技師、ウィリアム・プリースがマルコーニに興味を持ち支援を約束した。投影直後よりマルコーニはヘルツのように 非設地型のパラボラ反射鏡アンテナを試し始めた。1896年7月27日、郵政庁グポと貯蓄銀行の屋上館でデモンストレーションを行った。マルコーニ出版社の無線電信電話年間には7月27日のデモンストレーションがパラボラ反射鏡がついた送信機と受信機で行われたことが記されている。デモンストレーションが行われた。 優勢庁、グッポ跡地には現在 BT グループ本社ビルが建っており、その外壁には、以下のようにマルコーニが初めて無線通信の公開実験を行った場所を示す記念名板がある。from this site Grielmo Marconi Made the first public transmission of wireless signals on 27 July 1896 都営直後の頃の 1GHz 送信機と、その受信機1896年9月2日には、ソールズベリー平原でも、パラボラ反射鏡付き送受信機のデモンストレーションを行ったが、英国協会の9月22日のミーティングで、プリースがそれについて触れた。すると、翌日のタイムス紙が、パラボラ反射鏡を使う、無線実験家、マルコーニのことを記事にしたのである。 ロシアのポポフはこの新聞を読んでマルコーニが自分と同じような実験をしていることを知ったという。また、英国の雑誌ザ・エレクトリシャンやネイチャーもマルコーニのパラボラ反射鏡実験を掲載し、全英にマルコーニの名が知られるところとなった。さらに10月にはアメリカの科学雑誌でもマルコーニをパラボラ反射鏡の無線実験家として伝えた。こうして、 マルコーニの名がアメリカにまで知られるようになると、プリースは1896年12月11日に、トインビーホールで、テレグラフィーウィズアウトワイヤーズと題した講演を行い、改めて実験家マルコーニを紹介した。この頃マルコーニが実験に使用していた電波は、波長30センチメートルだったと、 ロンドンのロイヤルインスティチューション・オブ・グレート・ブリテンで1932年12月2日に報告している。しかし1897年になるとパラボラ反射鏡よりもイタリア時代の設置型垂直アンテナを主に使うようになり次第に到達距離を伸ばしていった。1897年3月ソールズベリー平野で約 6km の距離で モールス符号を伝送する実験に成功した。1897年5月13日、マルコーニは世界初の海を越えての無線通信に成功した。南ウェールズのラバーノック岬からブリストル海峡に浮かぶフラットホルム島までの約6トルである。 受信設備はすぐさま海峡の南岸に突き出た岬にあるブリーンダウン要塞に移設され距離は1 6トルに伸びた。このような公開実験に感銘を受けたプリースは1897年6月4日に王立研究所でシグナリングスルースペースウィズアウトワイヤーズと題した講演を行った。その後も公開実験を繰り返したマルコーニは 国際的にもさらに注目されるようになっていった。1897年7月、イタリアに帰国して、ラスペツィアで、イタリア政府向けの公開実験を行った。1898年7月6日には、ロイズのために、北アイルランドのバリー・キャッスルとラスリン島の間で、実験を行った。1899年3月27日には、 フランスのウィムルートイングランドのサウスフォアランド灯台を結び、イギリス海峡を横断する実験を行った。1899年秋には、アメリカ合衆国で最初の公開実験を行い、ニューヨークで国際ヨットレースであるアメリカスカップのレポートを無線で伝えるというデモンストレーションを行った。アメリカ合衆国へは、ニューヨークヘラルド市に、 招待されていき、アメリカスカップの模様を無線で伝えることを依頼された。送信機は、ポンセという客船に設置された。アメリカからイングランドに戻るべく出発したのは1899年11月8日のことで、アメリカンラインのストリート、ポールという船に乗った。戦場で女子と共に通信機を設置し、11月15日に、船が、 イギリスの海岸から66海里まで近づいたとき、マルコーニが作っておいた無線局との間で無線電信のやり取りに成功した。プロシー e ングスオブザユ f the u n i t e ネ s バルインスティチュートによれば、アメリカ海軍はマルコーニのシステムを1899年頃に調査し、コヒーラ研波機の原理は約20年前に発見されているが、全く新しいと言える。 電気機器はそれしかなかったと結論している。カイザービルヘルムデアグロッセ号などで、高級的施設による、無線連邦サービスの営業開始陸上にはすでに、網の目のように電信線が張り巡らされ、また、ドーバー海峡や大西洋にも、海底ケーブルが付設されていたため、無線による、遠距離通信ビジネスを軌道に乗せるには、相当時間がかかるだろうと予感していた。 公衆通信サービスへの参入には、船舶相手が近道だとマルコーニは考えるようになった。そして、商用の高級施設として、ドイツで海岸局と船舶局の開設を準備していた。1900年2月にオランダとの国境にあるボル、クム島東大海岸局、ボルクムリフ島大船無線局、それに、来た ドイツロイド汽船会社が誇る大西洋航路の大型客船カイザー、ビルヘルム・デア・グロッセ・ゴに船舶無線局を設置して無線電報の試験を始めた。1900年4月25日にマルコーニは海上公衆通信の商用化を目的とするマルコーニ国際海洋通信会社マイムックを分社させた。そしてこれらのテストを担当し、 1900年5月15日より、電報サービスの営業を開始した。5月15日から10月30日までの5ヶ月半で、565通の無線電報を取り扱ったと、ロンドンのザソサエティオブアーツにおいてマルコーニーが発表している。高級施設による会場公衆通信のビジネス化は、こうして19世紀最後の年に達成されたのである。20世紀となり、 1901年5月に、ビーバーライン社の客船レークチャンプレーン号、同年6月にキュナードライン社の大型客船、ルカーニア号、9月にはその姉妹船カンパニア号にも、マルコーニ局が置かれた。特に、キュナードライン社は、無線電信が乗客への電報サービスの提供だけで、なく、船の安全航行や、車内連絡にも大いに役立つことを知り、自社の船に続々と、 マルコーニ局を開設した。マルコーニ国際海洋通信会社マイムックによって、海上移動の公衆通信サービスは、順調に発展していった。なお1924年に、ロンドンのロイヤルソサエティ・オブ・アーツで講演した、マルコーニ氏は、1901年からのおよそ8年間、同社の海上公衆通信には、波長120メートルを使っていたと語っているが、 実際には1912年まで国際波長300メートルの補助用として短波を使っていたようである。助手がアンテナ用のタコを上げようとしているのを見守るマルコーニ、世紀の変わり目頃、大西洋横断電信ケーブルに対抗すべく、マルコーニは大西洋を横断して無線で信号を伝える手段を研究し始めた。1901年、 アイルランドのウェックスフォード圏ロスレアに無線局を作り、コーンウォールのポルドゥーとアイルランドのゴールウェイ圏、クリフデンの無線局を中継する実験を開始した。1901年12月12日、タコで釣り上げた高さ152.4メートルのアンテナを受信用に使うことで、 コーンウォールのポルデューから発信した信号をニューファンドランド島セントジョンズのシグナルヒルで受信することに成功したと発表。日点の距離は約3 5 0 0トルである。科学技術の重大な進歩として報道されたが、受信できた信号が途切れ途切れだったこともあり、本当に成功と言えるのか疑問視する声もあった。第三者が確認したわけではなく、単に S, S を表すモールス符号を繰り返し送ったということで、雑音と区別しにくかったのではないかとも言われている。ポルドゥの送信設備は二段構成になっており、25kW の出力だった。一段目は低電圧で駆動して二段画面にエネルギーを供給し、二段目で高電圧の火花を発生させていた。大西洋横断無線通信で競っていたニコラテスラは、 マルコーニが成功したことを聞いて、マルコーニは、私の特許を17個使っていると述べたという。会議主義者から疑問を呈されたと考えたマルコーニは、さらに体系的で、文書も整えた実験を準備した。1902年2月、イギリスからアメリカに向かうフィラデルフィアという船に、乗船したマルコーニは、ポルデュの無線局が発信する信号を毎日、 戦場で受信して記録した。電信自動記録機では、最大 2496km まで信号を音として耳で聞く形では、最大 3378km まで受信できた。受信は夜の方が容易だった。これは中波や長波が昼より夜の方が遠くまで届くことを初めて示した実験だった。日中は、 最大でも 1125km までしか受信できず、ニューファンドランドで受信したと主張した距離の半分にも満たなかった。ニューファンドランドでの受信は日中も可能だったと主張していた。以上により、電波は見通せる範囲にしか届かないという一部の科学者の主張は否定されたものの、ニューファンドランドで本当に受信に成功したのかについては完全に確認されたわけではない。 1902年12月17日、北米側からの初の大西洋横断無線通信に成功。発信地は、カナダのノバスコシア州東端のグレスベーである。1903年1月18日、マサチューセッツ州、サウスウェルフリートの無線局にて、セオドアル・ウズベルト大統領から、イギリス国王エドワード7世へのメッセージを発信。これが、 アメリカ合衆国から発信した初の大西洋横断無線通信となった。しかし安定した通信はまだ難しかった。なお、この無線局はタイタニック号の遭難信号をいち早く受信した無線局の一つでもある。マルコーニは高出力の無線局を大西洋の両岸に建設し始めた。海上を航行する船舶との通信を可能にする。 ためである。当時、他の発明家も同様の事業を始めようとして競っていた。1904年、夜間に船舶に向けてニュースを送信し、戦場で発行する新聞にその情報を取り入れるという有料サービスを開始した。大西洋を横断する無線電信サービスが確立されたのは1907年10月17日のことで、 アイルランドのクリフデンとカナダのグレスベイを結んだ。しかし、通信品質は安定せず、その後もマルコーニ社は改良に苦闘した。無線電話やラジオ放送には連続派の発信が必要だが、三極間による増幅、発信作用が知られるようになったのは1912年だった。マルコー2社でも HJ ラウンド技師を中心に早くより研究していたが、 三極艦による連続波の発信と無線電話の研究に本格的に着手したのは1913年だった。1914年3月にイタリア海軍の軍艦レジーナ・エレナに真空艦式無線電話装置を仮設し受信機を置いた別の艦船で受信試験が行われた。最終的には軍艦レジーナ・エレナとナポリの受信所管で 最長距離45マイルを記録した。1919年3月には、アイルランドのバリーバニオン海岸局より、長波の無線電話を送信し、それを、大西博子越に、カナダのルイスバーグで受信することができた。すでに1915年には、アメリカ電話電信会社 AT&T が、アーリントンの海軍無線局を借りて、 大西洋を東向きに無線電話で横断していたが、大西洋を西向きに越えたのは、これが最初である。なお、マルコー2社では別のグループが単波体まで使える、真空管の開発に注力していた。こちらのグループは1919 19年に、波長15メートル入力200ワットの、真空管式単波無線電話送信機を完成させ、カーナボンから送信し、 北西へ3 2トル離れたホーリーヘッドにおいてその変調音を明瞭に受話することに成功している。世界初の音楽ライブ国際放送1920年1月15日、マルコーニッシャは有生長グッポの許可を受けてチェルムスフォードで真空監視記録キ式ワット送信機による英国発の娯楽ラジオ放送の試験を開始した。そして、 電力 15kW の新型送信機が完成すると、2月22日から3月6日まで11時 -11,30 と20時 -20,30 の定時放送を行った後、不定期放送に戻った。1920年6月15日は、欧州大陸のリスナーに向けて参加国語で、オーストラリア出身のオペラ歌手、ネリー・メルバ夫人の音楽番組が放送された。 これは世界初の国際放送であり、また世界初の音楽ライブ放送だった。この英国チェルムスフォードからのラジオ放送は北欧諸国まで届いていたが、8月2日の番組は大西洋を越えてカナダでも受信されている。欧州では大変注目されたラジオ放送だったが、間もなく英国空軍の無線システムへ渾身を与えることが問題となり、 1920年秋に中止となった。ラジオ放送ができなくなった、チェルムスフォード研究所のラウンドギシラ無線電話の開発グループは、波長100メートルの2波を使う、同時通話式の無線電話の研究を始めた。そして1921年5月11日、英国のサウスウールドとオランダのザンドボールと間の、海上200キロメートルを3メガヘルツの単波で結ぶ。 北海横断試験を成功させている。この短波体同時相話テストの成功は日本の新聞も伝えた。なお前述した波長15メートルの別グループの無線電話は1920年6月にカーナボンからアイリッシュ海を130キロメートル隔てたアイルランドのキングスタウン港で受信されている。 これに自信を得て1921年8月、ロンドン郊外のヘンドンとバーミンガムに 20MHz のパラボラビームアンテナ局をお互い向き合うように建設し、20MHz の2波を使った同時通話試験を開始した。北海洋団国際無線電話回線もヘンドンバーミンガム無線電話回線も同時通話方式だった。これは今更陸上の電信回線に、 新規参入しても勝ち目がないため、有線電話の公衆網へ接続する、無線中継回線を目指していたからである。英国のラジオ放送中止と入れ替わるように、アメリカではウェスティングハウス電気製造会社のフランク・コンラッドラが、世界初となる商業ラジオ放送期間を開局したのは1920年11月2日である。1921年秋になると、 アメリカでは商業ラジオ放送局が相次いで誕生し、その評判が英国にも届くと、ラジオ放送再開を求める声が高まった。再開陳情が何度も繰り返された結果、郵政庁グッポは、軍用無線への渾身を防ぐために電力を250ワットに制限した上で、丸コーに科学危機器者マジックに放送許可を与えた。 1922年2月14日より定期放送を始めた。その送信書はチェルムスフォード郊外のライトルにあり、波長700メートルで呼び出し符号は 2MT である。またマルコーニ科学危機器社マジックは第22局を首都ロンドンのマルコーニハウス7階に建設した。そして1922年5月11日より、 呼び出し不合にエルで毎週火曜日と木曜日に30分間の放送を始めた。しかし、ロンドンにエルは、郵政庁グポが温度を取り、マルコーニ社やメトロポリタンビッカーズ社など電気会社6社が共同出資して1922年10月18日に誕生させた英国放送会社 BBC に移管され、同年11月14日より、BBC 系の中央局として、 放送を始めた。なお独立系として、マルコーに科学危機器マジックに残った、ライトルに MT は、英国のラジオ放送を再開させるという役目を終えて、1923年1月17日を、もって、閉局した。この、英国放送会社 BBC は、公共放送、英国放送協会、BBC の前身となった会社である。 英国の主要都市に次々と中波放送局を建設し、それを中継線で結んでいた英国放送会社だったが、一局の長派による全国放送の実用性を調査するために、マルコーニがチェルムスフォードより送信試験を開始したのは1924年7月21日である。そして1924年12月28日より、英国放送会社の番組によって、 試験放送が始まった。この長波用放送機は1925年7月27日にダベントリーへ移設され、ここが英国放送会社として最初の長波放送の施設 5XX となった。1927年、英国放送協会が創設され、正式に短波放送サービスを決定した。かつて長波放送機 5XX が置かれていた。 マルコーニ社チェルムスフォード工場には新たに 20kW 短波放送機が据え付けられた。これはマルコーニが優政庁グポから受注し設計した短波ビームによる公衆通信用無線電信送信機に変調回路を追加したものだった。呼び出し符号は 5SW で英国放送協会への対応という形をとり、1927年11月11日より、 周波数1 2 5 0 0ヘルツで試験放送を始めている。1929年2月11日、ローマ教皇はベニートムッソリーニー首相と和解し、バチカン四国の独立を認めるラテラの条約が同年6月7日に双方で批准された。バチカン四国では全世界の信者にローマ教皇の声を直接届けるために、 単波放送を計画し、その建設をマルコーニ無線電信会社が受け負った。1931年2月11日の16時30分、バチカン放送、HVJ が開局。マルコーニがオープニングの簡単な挨拶をした後、教皇ピウス11世の声がマルコーニの単波放送機と平面型ビームアンテナで世界へ向けて送り出された。 1924年12月11日、ロンドンの王立義芸協会で、マルコーニは1901年より8年間ほどの間、自社の船舶無線では、波長120メートルを使っていたと語っている。その当時より時折、超遠方まで短波が届くことに気づいていたが、それについては追求しないまま、第1回ベルリン国際無線電信会議で採択され、 1908年7月1日に発行した船舶無線用の波長を600メートル、300メートルに移ってしまった。こうして短波は一時期忘れられていったのである。1914年7月28日、第一次世界大戦が勃発。母国イタリアが1915年春に参戦すると、マルコーニはイタリア軍に入隊し、軍の秘密通信の必要から、 ビーム通信の研究を始めた。無線は四方に伝播するため敵にも傍受されるという大きな欠点があるからである。マルコーニは1896年にロンドンやソールズベリー平原で使ったパラボラアンテナのことを頭に思い浮かべていた。1916年3月、イタリアのジェノバで最初の試験を行い、イタリア海軍に報告書を提出した。 そして、英国より、フランクリン・ギッシュを呼び寄せて、イタリアのリボルノで、パラボラビームの実験に、本格着手したのが1916年8月だった。こうして、マルコーニの短波の開拓が始まった。マルコーニとフランクリン・ギッシュは、パラボラ反射器の研究に、波長2メートルと3メートルの圧作空気、噴射式火花送信機を用いた。 真空管の製造がスタートしたばかりで、まだ超短波まで動作する。真空管は完成していなかったからである。この実験で、パラボラ反射鏡のメッシュや開口調とアンテナ利得の関係を繰り返しテストし、メッシュ式のパラボラアンテナの基礎データを得た。ボートに積まれた波長2メートルと3メートルの受信機は鉱石式で、アンテナは無指向性の垂直型だったが、 最終的に波長3メートルを使って海上で10キロメートルまで受信することができたという。この実験では空電ノイズはない代わりに自動車やモーターボートのエンジンからの雑音妨害を強く受けることに気づいた。さらに改良が進められ、1917年にカーナボンで行った波長3メートルのパラボラビームの試験では到達距離が32キロメートルになった。 この実験ではパラボラ送信機の設置場所を高くするほど到達距離が伸びることを認めた。こうしてフランクリン・ギッシーが得たパラボラアンテナの知見は1920年の電波灯台の実験や1921年8月に完成した波長15メートルのロンドンバーミンガム海戦の実用化試験に生かされた。マルコーニは1899年3月 英国の電気学会で電波灯台の考えを発表している。パラボラ反射器による受信機を搭載した船が電波灯台のサービスエリア内を航行するときに、パラボラ反射器を電波灯台に向けたとき、電波をキャッチし、ベルが鳴るシステムである。それからおよそ20年が過ぎた1920年、マルコーニと CS フランクリンギ氏は、 スコットランドのフォースワンにあるインチケース等に電波灯台の実験施設を建設した。当初のアイデアとは違って電波灯台側に回転するパラボラアンテナを置き方位ごとに定められたモールス符号を送信する方式で船の受信アンテナを無視向性の垂直台ポールで済まそうとするものである。 1920年11月17日、キセンファロス号を使って実用性を確認するための試験が行われた。電波灯台の回転パラボラビームが発する波長4メートルの方位信号を受けながらフォース湾内を航行したところ、インチケース等の近くでは電波が弱まることがわかり、回転パラボラビームの建設位置をもう少し低い場所に移す必要性を認めた。 移設の際に2台目のビームアンテナに変えられたが、それはパラボラ反射器を背中合わせに2機配置した、まるでメリーゴーラウンドのような外観となり、物珍しさから無線雑誌などで注目を集めた。そして1923年には、インチケース等の対岸のエジンバラとロンドン間を運行していたキセ船ロイヤル。 スコット号により実用化試験が始まり、およそ1年間にわたりテストされている。マルコーニは前述したサウスウールドとザンドボールと、艦の海上 200km を結ぶ、北海大大海戦の無線施設を、プレスや電波関係者に広く公開しており、低新商公務課の佐伯光と、穴沢忠平もパリ技術準備委員会の帰りに、サウスウールドでこれを見学し、 日本の電信電話学会で報告している。その後この北海洋段回線は、ロンドンとサウスウールド間及び、ザンドボルトとアムステルダム間の陸線と、相互接続され、1921年12月18日に、ロンドンアムステルダム間の優先、無線式国際電話の公開デモンストレーションで、大成功を収めた。 マルコーニが手掛けたこれ以外の短波開拓については、それまで非公開だったが、1922年5月3日に、まず、フランクリン・技師が、ロンドンで開かれた英国電気学会において、1916年より、マルコーニと始めた、パラボラビーム実験の数々とその成果を発表した。なお、無線学会は、フランクリン・技師に対し、 単波パラボラアンテナの使用周波数に対する、開口長とビームパターンの関係などを明らかにした、功績を称え、九百二十二年度の、モーリス・リーブマン記念賞を、フォーヒズインベスティゲーションズオブショートウェーブディレクショナルトランスミッション a n s m i s s i o として送っている。回転台に乗せられた三百メガヘルツパラボラ式、送信機三百メガヘルツの受信アンテナを右手に、 持ち実演中のマルコーについで1922年6月20日、渡米したマルコーニが、ニューヨークで開かれたアメリカ電気学会と、無線学会が共催する講演会において、短波のビーム式通信について発表した。1160名の聴衆を前にし、マルコーニは1896年9月、ソールズベリー平原で、パラボラビームアンテナを使い2 8トルの、 通信に成功した話から、ヘンドン・バーミンガム間のビーム試験回線や、最近完成したばかりのインチケース等のメリーゴーラウンドのような、新型ツインビーム式電波灯台の仕組みを詳細に説明したのである。さらに大盛況の会場では、電波サーチライトと称して、波長1メートルのパラボラビームシステムのデモンストレーションが行われた。回転台に乗せられた300、 メガヘルツパラボラ式送信機を300メガヘルツ受信機が置かれたテーブルの前で受信アンテナを手にして立っているマルコーニに対して向けた時だけ受信機が反応すると会場からどよめきが起きたマルコーニは聴衆に短波の有効性と将来性について熱く語った短波の研究はこれまでの無線の歴史の中で不幸にして無視されてきたとはいえ 今後想像以上に多方面での発展と新分野の研究成果が期待できると私は確信しています。ゆえに特にこの点にご注目いただきたいのです。さらにレーダーの原理にも言及したのである。講演の終わりに電波のもう一つ別の利用の可能性から実現の暁には公開者にとって計り知れない価値を持つでしょう。マイナスを指摘しておきます。 ヘルツが最初に証明したように、電波は胴体によって完全に反射できます。私のいくつかの実験でも、電波の反射効果及び数マイルも離れた場所の金属物質によって電波が屈折することに注目しました。船にビームをどの方向にでも放射、あるいは照射できるような装置を船に作ることは、私は可能だと思っております。 このビームが例えば船のような金属製の障害物に遭遇した場合、受信機にその障害物が投影されるでしょう。これにより、船にたとえ無線装置が配備されていない場合でも、霧や悪天効果で、直ちに多線の存在、位置がわかるのです。講演会は大盛況で、新聞各紙や多くの無線雑誌が、マルコーニのビーム通信を大きく取り上げた。日本では、 東京朝日新聞がこれを報じている。しかし、第一次世界大戦で海底ケーブルだと敵国に切断されることが実証されて、以来、世界は有線から大電力超波無線へ舵を切ったばかりで、マルコーニが熱弁を振るった。担パが研究機関、無線機メーカー、そして電波主管庁の関係者たちの心を動かすまでには至らなかった。 同じく米国のアマチュア無線化も短波には反応しなかった。1922年2月27日から3月2日、フーバー商務長官が召集した第一回国内無線会議において、アマチュア用に 1091kHz から 2000kHz の周波数帯域を分配する勧告が採択された直後だったからだ。念願の低い周波数が手に入る。 可能性が出てきたため、アマチュアの関心時は 1500kHz 未満の周波数に集っていたのである。短波による放送中継業務を研究していた、ウェスティングハウス電気製造会社のラジオ局機関の技術者、フランク・コンラッドを除き、長波前世のこの時代にあって、マルコーニの言葉に注目するものは現れなかった。マルコーニは通信試験により、 短波の有効性を証明するしかないと考えた。そして1901年に中波で大西洋横断通信を成功させたポルドゥ海岸局を閉鎖し、ここに高さ325フィートもある4本の木柱マストより吊り下げられた巨大パラボラビームを建設することを決めたのが1922年夏だった。マルコーニは ホルドゥーに3.1メガヘルツの巨大パラボラビームを完成させてン波実験局を開局した。送信機の入力電力は12キロワットで、有勢長グッポから指定された呼び出し符号はニットだった。1923年4月11日、自分が所有するエレットラ号で西アフリカのカーボベルデに向けファルマス港を出版した。 その目的は昼夜における 3MHz 波の実用最大距離の測定および巨大パラボラビームの性能評価である。実験はまずニットのパラボラ反射鏡を一旦下ろした状態で始められた。最初の実験値はイベリア半島の北西端のフィニステレ岬で、ここを曲がるとポルドゥニットの方角が半島に遮られるため、 ニットのンパ信号が急激に減衰することが想定されたが、そうはならなかった。次の実験地は、イベリア半島の南端ジブラルタル海峡の近くのグアダルキビール川を8 0トルほど登ったセビーリアで、ニットの方角は、イベリア半島の山岳部に完全に遮蔽されていたにも、かかわらず、夜間になると強力に受かった。そこで、ジブラルタル、タンジェ、 カサブランカで再試験したが、やはり遮蔽されるはずのニットが強力に聞こえたため、タンパが空から降ってくるとしか説明がつかなかった。そしてカサブランカ停泊時、ニットへパラボラ反射器を取り付ける、要作業指示の電報を送り、次の目的地マデーラ諸島のフンシャルへ向かった。ここは、ポルドゥとカーボベルデのほぼ中間点に位置するだけでなく、ちょうど、ビーム経路上にあり、 試験地としては最適だった。1923年5月17日、ニットが巨大パラボラビームで3.1メガヘルツの試験波の発射を開始した。フンシャル港の北側には標高1861メートルのルイボ山がそびえ立ち、ニットの方角を遮蔽していたが、やはり夜になると非常に強力に受かることを確認した。 もはやタンパが空から降ってくることは確信となった。そして5月23日に最終目的地、カーボベルデを目指して、フンシャル港を出た。最終的にニートからの3 1ヘルツのタンパは、日中には、フンシャルのすぐ南の海上2 3 1 5トルまで、夜間になると4 1 3 0トル離れた、カーボベルデにいた。 エレットラ号で傍受に成功し、ここに電離相反者に起因していると考えられるスキップ現象を発見した。エレットラ号はこれ以上、南化する計画はなかったため、どこまで届くかの測定を断念せざるを得なかった。その代わりにマルコーニはニットの送信機をアマチュアと同じ入力電力1ットまで減じるよう命じたが、それでもなお英国のカーナボン局や、 リーフィールド局、欧州や米国の超波局よりも強力に聞こえたことに驚談した。1901年、マルコーニの中波が大西洋を越えたが、その距離はおよそ 3500km である。1923年5月末から6月初頭の実験で、マルコーニの短波はそれをはるかにしのぐ 4130km という大記録を打ち立て、短波が ケネリーヘビサイド層で反射され、長距離伝送に適しているとの示唆を得ることができた。誰もが見向きもしなかった短波の威力を、マルコーニは証明してみせたのである。すべての試験を終え、英国のサウサンプトンに寄港したのは1923年6月14日だった。英国とカーボベルデ間で驚くほど、ローコストで通信することに成功したとプレス、発表したが、それが、 タンパの威力であることはまだ伏せられた。1923年12月3日、マルコーニは自社の株主たちに対して、カーボベルデへのタンパビーム通信の成功及び、タンパの有効性について、以下4つの利点を挙げ、さらなる検証のためにタンパによる大西洋、横断試験の準備が整ったと報告した。また新聞もこのニュースを報じた。 ビームアンテナにより送信機を省電力化ビームシステムにより秘密性の向上と渾身の低減短波による遠距離通信は電分送信速度をより高速化超波に比べて空電妨害が少ない大西洋横断試験のためにニットの送信機を入力 20kW に増力し波長を92メートルに短くしたそして1924年2月 英国からニューヨークへ向かうホワイトスターラインのセドリック号に短波受信機をセットし昼夜の電波状況を調査したところ昼間の最大通信距離は 2593km で太陽の高度と信号強度が反比例したそして夜間はニューヨークでも非常に強く受かったさらにニイットに変調機を追加し無線電話の送信を始めたところ 1924年4から5月、地球の裏側にあたるオーストラリアのシドニーで、無線電話メッセージが受信され、全世界を驚かせた。1924年7月12日、ニリットの波長92メートルの無線電話が、南米アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで受信されるなど、超長距離無線では、超波より、短波の方が鮮明に受信できることが証明された。 マルコーニの反射鏡を利用したビームシステムはこの場合に経費が超波の5%で済んだ。距離あたりの速度においては海底ケーブルさえも超えた。短波を真唾に見ていたイギリス海軍は5月6日に自治療でなら経費節減策として採用の可能性ありと述べている。1924年7月2日、マルコーニはロンドンの王立儀芸協会で ポルドゥ・ニットから発した 3MHz の短波による、イベリア半島の遮蔽試験及びカーボベルデへの遠距離ビーム試験、セドリック号での大西洋横断試験、オーストラリアとアルゼンチンへの長距離通信の成功について講演した。1924年7月28日、マルコーニ無線電信会社は、英国郵政庁グポより4つの 関営公衆回線の建設を受注することに成功した。当時、夜間にのみ電波がケネリーヘビサイド層に反射され遠距離にまで届くことは周波ラジオ放送の普及により一般人さえもが経験している常識であり、これを疑う者は誰一人いなかった。しかしマルコーには無線による遠距離通信が夜間に限られることを強く憂えていたのである。 一般電報を取り扱う公衆通信サービスにおいて24時間通信が可能な海底ケーブルに対して無線は夜になるまで遠距離電報の操縦ができないからだ。そこで1924年8月、マルコーニは昼間も遠距離通信が可能な昼間波を探すためにエレットラ号で航海に出た。母国イタリアのナポリを拠点とし、シチリア島のメッシーナ。 ギリシャのクレタ島を経由して地中海の東端であるベイルートへ向かった。マルコーニはポルドゥニットの送信波長を92メートル、60メートル、47メートル、32メートルへと切り替えさせながら観測を繰り返していたが、ついに3800キロメートル離れたベイルートにおいて波長32メートルが24時間受信できた。昼間波を発見したかもしれない。 マルコーニは英国に急いで戻り、昼間並みの存在を実証する大規模テストの準備を始めた。1924年10月、ニットから発射された波長32メートルの信号は、北米のモントリオールとニューヨーク、南米のリオデジャネイロとブエノスアイレス、南アフリカのケープタウン、インドのボンベイとカラチ、オーストラリアのシドニーで昼間に受信された。 1924年12月11日、マルコーニは、ロンドンの王立義芸協会で、昼間並みを求めて、エレットラ号でベイルートまで公開し、それを発見したことや、10月に実施した世界的規模の、検証実験の成果を発表した。特に地球の裏側のシドニーにて23.5時間、日も受信できたことは、全世界の公衆通信関係者に、 大きな衝撃を与えた。マルコーニは電波界の常識を覆し、日中でも遠距離通信が可能な昼間波を発見したのである。マルコーニにはもう一つの課題があった。立体的な構造の巨大パラボラビームアンテナを簡素化したいと考えていた。そしてこれに応えたのがフランクリン・ギッシュだった。フランクリン・ギッシュは手始めに 多段氷にリニアレイアンテナに反射エレメントを追加してみたが、思うほどの鋭い指向性は得られなかった。そこで、氷にリニアレイと反射エレメントの体をカーテン上に複数並べた平面型ビームアンテナの開発に成功した。そして1923年頃より、サウスフォアランドに平面型ビームによる波長6.09メートルの電波灯台を建設し、 ビームテストを重ねてきたのである。マルコーニは自分が発見した昼間並みとフランクリン技師が開発した平面型ビームアンテナを受注したカンゲム選局に採用することを決めた。難航時の末、まず1926年10月25日にカナダビームを開通させて郵政庁グッポへ引き渡し、1927年にオーストラリア海戦。 南アフリカ海戦、インド海戦を完成させた。英国側のビーム局は、優勢庁直営だが、大衆局側のビーム局は、参加企業に任された。周波数的には、カナダ海戦と、オーストラリア海戦では、昼間1 1ヘルツを、南アフリカ海戦と、インド海戦では、昼間1 8ヘルツとの夜間8ヘルツを、併用した。こうして、 短波を用いた公衆通信に宣伝をつけるという異業をマルコーニが成し遂げた。世界各国はマルコーニ社の特許に抵触しない独自方式の平面型ビームアンテナを開発し昼間波と夜間波を併用する遠距離短波通信の時代が地球規模で幕開けたのである。マルコーニの超短波の開拓は1931年に始まった。 1931年10月上旬、イタリア優勢省に対する波長 50cm のビーム波のデモンストレーションが、イタリアのサンタマルゲリータリーグレで行われ、南東へおよそ 18km 離れたセストリレバンテで受信できた。600MHz 受信機をさらに改良して行った、再試験では、 非常に良好に受けることができたため、11月19から20日に、受信地点を 35km 離れたレバントに、したところ、見事受信に成功した。1933年2月11日、バチカン宮殿とガンドルフォ城の強行宮殿を結ぶ、UHF 電話回線の公式運用を開始した。これは2波を使う。 同時通話式の無線電話で UHF 隊の実用局としてはこれが世界初だった。1910年代にマルコーニを中心に汚職疑惑が発覚し自由党の政治家を中心に多数の政治家に収賄の権威がかかった。その中には後の首相のデビッドロイド・ジョージやウィンストン・チャーチルもいた。もし彼らが起訴され有罪となっていたら チャーチルが第二次世界大戦を指導することはなかっただろうし、第一次世界大戦の数勢もどうなっていたかわからず、イギリスの20世紀はかなり違っていたであろうと指摘されている。無線黎明期における船舶無線局のオーナーは海運会社ではなく無線会社だった。1912年4月に沈没事故を起こしたホワイトスターラインのタイタニック号の無線局の 無線通信士二人は、マルコーニ国際海洋通信会社の社員である。最初は、マルコーニ社の社内規則による、遭難信号 CQD を使い、後になって、世界共通の SOS を送信している。タイタニック沈没後、生存者が、キュナードラインのカルパチア号に救助された。生存者名簿を無線で最初に受信したのは、 アメリカンマルコー2社の社員だったデイビッド・サーノフである。カルパチア号とサーノフは72時間にわたって通信したとされているが、近年の歴史家にはサーノフの関与を疑問視する向きもある。カルパチア号がニューヨークに入港するとタイタニック号に乗船していて救助された無線技師と話をするため、マルコーにはニューヨークタイムズの記者に同行して乗船した。 1912年6月18日、タイタニック沈没の件を調査する法廷で、マルコーニは、船舶電信の機能と緊急時の規定についての証拠を提出した。イギリスの優勢公社総裁は、救助された人々は、マルコーニ氏都市の素晴らしい発明に救われたと述べている。マルコーニの業績は、他の様々な科学者や発明家の成果の上に成り立っている。 彼の火花送信機とコヒーラケンパ機も先人が設計したものと似ており、特にオリバー・ロッジが行った一連の公開実験の装置によく似ている。マルコーニはこの組み合わせで最も遠距離まで信号を届かせることができると主張していたが、ニコラ・テスラなどはその点についても異論を述べている。1900年、アレクサンドル・ポポフはロシアの電気技術者会議で、 マルコーニの言っている、電気振動による信号の送受信は、まるで新規性がない。アメリカでは、1893年に、有名な技術者、ニコラ・テスラが、同じ実験を実施していると述べている。イタリアのファシストとは、無線通信技術の創始者を、マルコーニだとした。彼の貢献が、特許に値するかどうかについては、異論もあり、ヘルツ、ブランリー、テスラ、 ロッジといった先人の発明に似すぎているという指摘もある。マルコーニの装置は基本的に同調回路がなく、渾身を防ぐため、一つの地域で運用可能な火花送信機の数が限定されることになった。マルコーニはこの欠点への対策として、より洗練されたフォーサーキット設計の特許を取得している。これは送信側と、 受信側のアンテナに同調回路を装備したものである。この特許は1900年4月26日にイギリスで出願された。しかし、そのずっと以前にニコラテスラとオリバー・ロッジが電気同調回路を考案している。1911年、マルコー・ニ社は防衛手段としてオリバー・ロッジの1897年の同調回路の特許を買い取っている。そのため、 7777特許とそれに、対応する各国で出願された特許は、国によって特許として認められた場合もあれば、全く無効とされた場合もある。1943年、マルコーニの無線に関する複数の特許についての、アメリカでの訴訟が決心した。判決は、ニコラテスラ、オリバー・ロッジ、ジョン・ストーン・ストーンらの先例やマルコーニ自身の別の、 先例に基づいて下された。アメリカ最高裁判所は次のように決定した。1897年9月2日、出願、1900年3月20日登録のテスラの特許第645,576号は、送信機と受信機が、それぞれ2つの回路を持つ4回路システムに関する、もので、4回路すべてを、同じ周波数に同調させることを推奨している。 その装置は電力伝送に関するものだが変更なしでそれを無線通信に使えることを認識していた。この判決に際して法廷は次のように中規している。最初に無線通信に成功した人物としてマルコーニの評価は最初の特許にかかっている。どんなに評価の高い人物であってもその後の無線関係の特許がすべて無条件で認められるわけではない。 特許訴訟は当事者の名声ではなく、それぞれの主張と証拠の綿密な調査によって決定されなければならない。また、次のようにも述べている。二人の発明者の発明の優先順位の決定は、先に発明したことを立証することによってなされる。この裁判では、マルコーニのイギリスでの特許や、無線通信の発明者としての名声を議論しなかった。この件では、 マルコーニの特許のほとんどが無効とされた。当時、アメリカ陸軍がマルコーニ社から特許侵害で損害賠償を請求されていたため、特許を無効とすることで信頼もなかったとするという意図があったと言われている。もともと、テスラの特許がすでに成立していたにもかかわらず、マルコーニの特許が成立した背景にも、テスラが アメリカ政府を特許侵害で訴えていたからだとする説もある。それとは対照的にイギリスではマルコーニの特許7777 77号の有効性が法廷で認められた。一連の特許紛争は大企業間の派遣争いの一部に過ぎない。1895年、コルカタではジャガディッシュ。 チャンドラ・ボースがマルコーニのソールズベリー平野での実験より前に無線通信の公開実験を行っている。1896年にはイギリスの新聞がボースの実験についてこの発明者は約1マイルの距離で無線を使って信号を送ることに世界で初めて成功した。これには様々な重要な応用が可能であると記していた。 マルコーニは明らかにこのことを知っていたが、独占的な特許権を主張した。1905年3月16日、アイルランドの第14大カン男爵、エドワード・オブライエンの娘ベアトリスと結婚。ベアトリスとの間に、娘を3人と息子を1人儲けた。ただし3女は、生後数週間で亡くなった。第一次世界大戦ではイタリアは連合国側となり、 マルコーニは、イタリア軍の無線通信部門の責任者となった。最終的に、イタリア陸軍では、中尉海軍では司令官となった。1915年、イギリスの豪華客船ルシタニアが、アイルランド沖で撃沈され、マルコーニの友人が亡くなった。マルコーニは2日後のニューヨークタイムズに、その事実を書いている。1923年にマルコーニは、 ファシスト党に参加した。1924年に、ベアトリス・オブライエンと離婚。1927年にオブライエンとの結婚が、正式に無効と認定され、再婚が可能になった。1927年6月15日、マルコーニは、マリア・クリスティーナ・ベッツィスカーリーと再婚。再婚時、マルコーニ自身は53歳だったのに対し妻。 マリアの方は26歳だった。結婚式にはベニート・ムッソリーニも列席した。グリエルモとマリアの間には1930年に娘のマリア・エレット・ラ・エレナウナが誕生した。1933年11月16日、マルコーニ夫妻が日本優先の秩父丸で来日した。これはシカゴ・バンコク博覧会の無線イベントに出席した後、 急遽日本に立ち寄ることにしたものだった。東京、日光、鎌倉、京都、滋賀、奈良、大阪を観光し、11月24日に、下関から船で、富山に渡った。そして京城、法天、大連、旅順を観光後、中華民国の天津に向かったのが11月29日で、ある。晩年の丸公には、ファシズムの熱心な信奉者となり、 1935年に起きた第二次エチオピア戦争では、その正当化に一役買っている。1937年、ローマで、親近拘束により死去。イタリアで国葬が取り行われた。脅位を示すため、世界中にある、英連邦の間接無線局が2分間沈黙した。遺体は、エミリアロマーニャ州の殺走マルコーニに埋葬された。なお、このコムーネは、 当時別な名前で呼ばれていたが、1938年にマルコーニにちなんで、サッソマルコーニに改称された。フィレンツェのサンタクローチェ聖堂には、マルコーニの葬儀を記念した像がある。全米放送事業者協会は、ナブ・マルコーニラジオアワーズを、毎年優れたラジオ番組に授与している。イタリアでは、ユーロ導入まで流通していた。 2001 0 0 0リラ紙幣の肖像に採用されていた2年、イギリスでは、マルコーニの世界初の無線通信から100周年を記念してニポンド記念硬貨を発行した。また、マルコーニのノーベル物理学賞受賞100周年を記念して、2009年にイタリアが5ユーロ記念硬貨を発行した。ありがとうございます。